はじめまして、キュアリンと申します。学生で映画監督になるのが夢です。一番趣味と言えそうなことは、ダンスをすることです。3時間くらいダンスをすると、大体の欲が発散されるように体ができてます。最近は高円寺で悪いお酒を飲んで、少女絵を歌ってちやほやされたり、写真を撮ってもらってヘラヘラしたりしています。大半の SNS は苦手だけど ツイッターだけは中学生の時からマブダチだから最後に私が魔法使いにならなきゃいけないと思ったきっかけの自分の過去追いを読みます君の金銭と私の金銭でピアノを作りたい一生楽器が置ける部屋に住んで湿気にも気をつけるから一緒に誰かに触られて音を出したいピアノ弾けないし楽譜も読めないけどって言ったらうん唐揚げくん食べたいって言われた 本当に今日も世界一かわいいね。以上です。ありがとうございました。